は切り置くということについてお伝えしていこうと思うんですけど、よくねこう価値観を変えましょうとか新しい価値観を入れましょうっていうことを言うわけですよね。でそれは非常にまあ大変なんですよね、するのは。実は価値観って、まあ、ずっと僕たちが生きていく中で培われてきたものですし、両親とか周りの人の影響、それからまあ社会情勢、いろんなまあ影響を受けながら培ってきた、構築されてきたものですよね。だからその価値観を捨てましょうって簡単に言葉で言ってもそうそう難しいですね。今までの価値観っていうのはなかなか外れないんですよ。だからそれを無理に変えようとすると一旦強制的に変えたとしてもまたそれが揺り戻しが起こってきたりするんですね。また戻ると。ですから価値観を捨てるっていうのは無理にする必要は僕はないと思ってるんですね。それよりもその価値観に気づくっていうことが大事なんですよ。自分はこういう価値観を持ってるっていうことに気づくっていうことなんですね。その捨てる必要はなくて気づけばいいんですよ。気づけばそこで価値観に気づけますから、客観的に見れるんですね。そうすると冷静に見れるっていうか、そこでその価値観に反応しなくなるんです。気づいてるからそれに対してこう振り回されることがなくなるんですね。でこれは結構重要なことで、価値観に気づくっていうことですよね。だから捨てる必要は全くないなって思ってて、いろんな価値観あっていいんですよ。でその価値観を今こういう概念、こういう価値観で判断してるなって思ったり気づけるわけですよ、価値観を知ると。それでいいんですね。で、まあ、これよくいろんなところで話してるんですけど、その昔はですね、僕自身はタバコのポイ捨てが嫌だったんですね。前の車がタバコのポイ捨てするとなんか無性に腹が立ってきて、いろいろこうなんてことするんだみたいな、バカ野郎みたいな、そういうことを、ね、言ってたわけです。言ってたっていうかそういう気持ちになってたんですね。でもこういう価値観自分があるんだなと。よくポイ捨てする人いますよね。車の窓からなんで捨てるんだろうなんて理解できなかったんですね。で非常に腹立ってたんですけども、まあ、そういう価値観が自分にあるんだなっていうことを気づいてから、そういう人を見ても本当に反応しなくなったというか怒らなくなりましたね。感情が動かされなくなりましたね、それによって。だから楽なんですよね、非常に。自分はそういう価値観があるって気づくだけでいいんですよ。あ、タバコのポイ捨てを良しとしない価値観があるんだなとかね。だからそれは自分の感情が揺れ動いた時にこそよく見ていく必要があるんですね。自分が大きく感情が動いた時っていうのはそれは何かの価値観に反応している時なんですよ。だからそういうことを一個一個、まあ、見ていくと、自分をね見つめていくともうあまり動かされなくなりますね。その無駄なことに動かされなくなるなっていうのを感じています。価値観に捨てる必要はなく、価値観を脇に置いておいていいんですね。そして捨てる必要はなくて持ったままで、価値観があるっていうことに気づくだけなんですよ。そうすると自分も楽ですし、大きく変わらなきゃいけないっていうこともないんですね。今の自分でいいんですよ。今の自分でよくって価値観を、その価値観に気づくっていうこと。それは感情が動いた時が一番のポイントだっていうことです。感情が大きく動いた時、そこにじゃあ自分どんな価値観があるのかなっていうことを見ていくと分かりますから。で、その突き止めたら、あ、こういう価値観を持ってるっていうことに気づきますから、その次からだんだんそれがね、大きく反応しなくなってきます。ぜひね、そのことを自分でね、見つめてやってみてください。以上になります。ありがとうございます。